こんにちは、きのままです。今日は6月14日です。これはエゴの木の実ですね。5月に花が咲いていたんですけれども、もう実がなってるんですね。花は白くて、可愛い花がね、下向いてすずらになって咲くんですけれども、最近までエゴの木があるのをね、見つけられなくって、花のピークは見逃してしまいました。はい、実もね、コロンとしててね、可愛いですね。はい、なんですけれども、皮やね、種にエゴサポニンっていう毒があるんですね。水に混ぜると泡ができて、昔は石鹸として利用したそうです。あとね、今は禁止されてるそうなんですけれども、すりつぶしたものをこう川に流して魚を取るのに使ったそうです。魚はね、麻痺するんでしょうかね。はい、鳥は好みを食べる鳥もいて、鳥は大丈夫そうですね。はい、そんなことで人は実は食べられないんですけれども、こうね、花とか実やが可愛い形をしていて、木の形が綺麗だっていうことで、庭木としても好まれるようです。はい、このようにこの動画では、私が気になった植物やその植物についてのちょっと面白いなって思った話があれば紹介してますので、よかったらいいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。今日はありがとうございました。